皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は超踊るメイドインワリオのファミ通紹介をしていきたいと思います。今度のワリオはバリオモロ島で超踊ります。200種類以上のプチゲームで勝負をします。ボタンによる操作ではなくて全身を使ってプチゲームをプレイするのが本作最大の特徴です。プチゲーム開始直後に出される入れろ、揺れろといった指令の意味を瞬時に理解して短い制限時間内に正しく体を動かしてクリアを目指します。直感的に操作できるのでテレビゲームが得意でない人とも一緒に楽しめそうです。ジョイコン2セットで最大4人参加可能なパーティーモード、2人から4人で遊べるパーティーモードには遊び方が異なる5つの対戦形式が用意されています。スゴロクをしながら専用のプチゲームで対戦するギャラクシースゴロクやだるまさんが転んだの要領で遊ぶこっそりメデューサーなんてものもあります。遊びたい時間の長さに応じて選択するのもいいかもしれません。一人でも楽しい、二人でももっと楽しいストーリーモード。ストーリーモードではランダムに出題されるプチゲームを次々にクリアしながら癖の強いボスゲームに挑むことになります。ジョイコンが2セットあれば2人で協力して遊ぶこともできます。1人が失敗してももう1人が成功すればクリアになります。協力プレイならではのレスキューシステムもあります。島に伝わる構えでポーズ、超踊るメイドインワリオ。ワリオカンパニーの社員たちが訪れたバリオモロ島には神様が人々にお与えになったと言われる構え石が伝わっています。この構え石を扱うつもりでジョイコンを両手で握ってレッツプレイプチゲームです。四股を踏んだり鶏や忍者のポーズを取ったりと様々な体勢から体を動かします。本作は制限時間約5秒のプチゲームをプレイするメイドインワリオの最新作です。ジョイコンを握りながら全身を使ってプレイするスピード感満載の体感アクションです。一人でもよし、仲間と盛り上がるもよしのプチゲームは200種類以上収録しています。夢のリゾート地バリオモロ島を訪れたワリオカンパニーのはちゃめちゃ社員旅行物語にも要注目です。といった感じですね。スゴロクというとマリオパーティーを思い浮かべますね。だるまさんが転んだといえば、あのなんだっけ、あの居眠りワンワンだったかな、マリオパーティー2のミニゲームを思い出しますね。というわけで今回はこの辺で超踊るメイドインワリオのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録およびSNS での拡散をよろしくお願いします。